非常に大きな改善変化がありました。一番大きなのはコスト削減です。開発コストがですね、3分の1ぐらいになってます。私どもサービスを作るときには長い期間がかかっておったんですけれども、リリースが非常に早いサイクルでできるようになりました。 KDDI のサービス企画本部で本部長をやっております中桐でございます。私どもは au ブランドでよく知られておると思うんですけれども、携帯電話を中心とした通信事業、それからインターネット等の固定のサービスもしております。また最近では au 電気のブランドで電力事業にも進出をしております。主に EC2、RDS、Route53、S3、それから DynamoDB を活用した au 電気アプリを構築いたしました。またau 電気アプリの特徴である電気料金の予測には EMR を使っていたりします。どのサービスを使うかというのは、その我々の使う用途に応じてそれぞれのクラウドサービスの特徴を生かしております。特に AWS の場合ですと機能が非常に豊富だということ、それからキャパシティも非常に大きいということ、さらにはですね、認証を取っておられますので、その辺の信頼性が高いといったところで我々のシステムに使っております。一番大きなのはコスト削減です。開発コストがですね、3分の1ぐらいになってます。それから開発期間もですね、大体半分ぐらいになっているんじゃないかと思います。まずですね、私どもサービスを作るときには非常に長い期間がかかっておったんですけれども、そのサービスのリリースが非常に早いサイクルでできるようになりました。それは非常に大きな変化です。開発の段階においてもですね、アジャイル的な取り組みができるようになりました。これは AWS を使ったことによって、そのような取り組みが私どもの会社の中で加速されたということだと思います。今まさにですね、私ども IoT の分野、そのビッグデータの解析等ですね、そういったところをどんどん推進しているわけなんですけれども、そういったところで AWS のいろいろな機能、さらに進化されると思いますが、さまざまな機能が使えたらいいなと思っております。